Today's Eye です。今日は毎週土曜日恒例の旅行企画、アメリカ漫遊機構ニューオーリンズの2回目です。ニューオーリンズの代表的な観光スポット、今日もアレックスがご紹介します。今日はたっぷりとニューオーリンズの楽しみ方をご案内しますよ。時間がもったいないんで、じゃあ。ミュージシャンアレックス・ヨークがお届けするニューオーリンズの旅。糸が引いてますね。ニューオーリンズの定番絶品グルメを紹介。さらに夜の街バーボンストリートをアレックスが散策。こんにちは。わあ、すごい。一体何が？アレックスがニューオーリンズの魅力をたっぷりお伝えします。カメラ片手にちょっと遠くへ、アメリカ漫遊機構ニューオーリンズ編その2。早速アレックスが訪れたのがフレンチクォーターにあるガンボショップ。11年連続でベストガンボショップに選ばれたニューオーリンズを代表する人気店。店内はお客さんでにぎわっています。人気メニューがこちらのシーフードオクラガンボ。ガンボとはアフリカの言葉でオクラを意味し、スパイスたっぷりのどろーりとしたスープ料理です。ご覧のようにオクラの粘り気で糸を引いてとろとろ。この店ではシーフード入りが特に人気です。おわ、ご覧ください、すごい糸が引けます。It's not heavy, but it's not completely thin. It's sort of a perfect intermediary. すごいですね。このガンボ、ニューオーリンズ名物のある料理の一つ。Creole food is a milder version with just a lot of flavor. So what would you say exactly Creole food is? Creole food has a French influence. It's a New Orleans-based type food. It has a lot of different flavors in it. It has the onion, celery, bell peppers. That's like, I've heard it's like the Holy Trinity. Yes. Creole 料理の基礎的な3つの材料ですね。The three ingredients. Yes. 続いてこちらもクレオール料理のクローフィッシュエトフェ。クローフィッシュとはザリガニのことで、この料理はクレオール料理の特徴である3つの食材とザリガニを煮込んだトマト味のスープ料理のことなんです。甘みがありますね、おいしい。 How long have people been eating crawfish in Louisiana? Louisiana? I would say at least over 100 years. Do you have an idea of like what percent of the world's crawfish is consumed in Louisiana?I would say probably 80%. I don't know for sure, but I would guess. Wow. Crawfish が、ザリガニが人気者ですね、これ、ここで。Very cool. Thank you. You're welcome. 人気店でお腹いっぱいになったアレックス。次はというと、バーボンスープに着きました。Let's go check it out. I can't wait.アレックスが訪れたのがニューオーリンズの夜の繁華街バーボンストリート。バーボンストリートはフレンチクォーターを横切る通りで、特に賑やかなところではおよそ800メートルの間に70を超えるバーやライブハウスなどが集まります。19世紀のフランス統治時代から栄えるバーボンストリートは、世界中から年間数百万人とも言われる観光客が集まり、連日お祭りのようなにぎわいを見せます。ちょうどこの日はハロウィーンを翌週に控え、仮装している人も多くいました。わあ、ネオンたくさんありますね、タイムスクエアみたい。お国高きニューヨーク校である僕は feel very familiar. Huge ass beers. 超でっかいビールという意味なんだけど、まさに big ass beer ですね。こちらではフェインスペイントが。アレックスもお願いしちゃいました。ちゃんとさ、アクセサリーにしてくれてる。You're making it a real accessory. 次に見つけたのは骸骨の仮装をした人。My birthday week.
Oh, it's your birthday coming up? On Tuesday. Do you want to know? It's birthday. お誕生日です。Do you want to know? I'm going to say happy birthday in Japanese. Okay. お誕生日おめでとうございます。はじめまして。わー、すごい。わー。私はロシェルです。わー、すごいですね。Hey, it's Japanese. It's Japanese television. Japanese television. Can you say konnichiwa? Konnichiwa!初めてのバーボンストリートを楽しむアレックスに突然飛んできたのはビーズ。このビーズはあるお祭りに関係してニューオーリンズでは大きな意味があります。毎年2月頃開催されるニューオーリンズ最大のお祭りマルディグラ、およそ2週間にわたり行われ、世界中から100万人を超える観光客が集まるマルディグラでは、パレードの車から投げられるビーズは幸運の証とも言われ、我先にとみんなが欲しがるんです。これにちなんでバーボンストリートでも2階からビーズを投げるのが習わしなんですよ。 It doesn't stop. 危ないですよ自分が。そしてバーボンストリートにも至る所に音楽が。ニューオーリンズはどんなタイムでもミュージックエブリウェア。 I want to check it out. ブルースの歌声に合わせて自然と体が動きます。さらにアレックス得意のロックで熱唱。夜の街バーボンストリートを満喫したアレックス、やっぱりニューオーリンズといったらジャズということで、バーボンストリートよりも地元の人が集まるというフレンチメンストリートへ。あ、みんな盛り上がってますね。入ってみましょう。こちらのライブハウス、スポッティドキャットミュージッククラブは、昔ながらのニューオーリンズジャズを聴くことのできるライブハウスとして人気があります。この日はコットンマウスキングスというバンドが演奏していました。伝統的なニューオーリンズジャズバンドとして表彰されたことがあるバンドのメンバーによって結成され、彼らの演奏の時は特にお客さんが多いそうです。落ち着いた雰囲気で楽しむニューヨークのジャズとは異なる賑やかなニューオーリンズジャズを最後に楽しみ、アレックスは1日を終えました。来週はニューオーリンズの旅その3、アメリカ最大の自然災害から7年、復興へニューオーリンズを守る先端技術を取材。Amazing. すごい。ちゃんと動いてるんですね。さらにマルディグラ気分が楽しめる観光スポットへ。僕、王みたいに全てのフロートを見下ろしてます。お楽しみに。バーボンストリート、本当に熱気があって楽しそうでしたね。それにしてもアレックスのあのフェイスペインティングはちょっと可愛すぎたのではないでしょうか。いかがでしたでしょうか。さて、旅の詳しい情報は FCI モーニングアイホームページ内の特設ページ Today's Eye Plus で確認することができます。以上 Today's Eye でした。